F ライナーは、横浜高速鉄道、東急電鉄、東京地下鉄、西武鉄道、東武鉄道の5車間で2016年3月26日から運行している直通運転する列車のうち、日中の最速達種別につけられる列車相性である。本相称は、東京地下鉄、東武鉄道、西武鉄道、東京急行電鉄、 横浜高速鉄道の5社名駅で商標登録された。F ライナーの愛称は以下の2系統の列車に対して付与される。列車種別は運行路線ごとに異なり、境界駅で種別変更される。種別名は一貫して F ライナーのように愛称を冠して故障される。西部線系統東部東上線系統 F ライナーの愛称はこれらの共通となる頭文字。 F に由来し、ロゴマークにも F が使用される。福都新線、東横線、港未来線内では2系統を合わせて日中時に毎時4本15分間隔で運転される。このうち毎時2本は、東武東上線森林公園駅発着で30分間隔で運転される。もう2本は、西武線小手差し駅発着、反能駅発着がそれぞれ毎時1本設定され、 各々が30分間隔で運転される。土休日のぼり朝は反応行きのみ毎時1本設定されている。また、西武線方面のみ、西武ドームにおいて埼玉西武ライオンズの試合が行われる場合のみ、北港の一部列車が西武球場前駅行きに変更される。その場合西武線内の列車種別が快速となり、F ライナーとしては運行されないが、ひばりが丘駅で、 臨時始発快速急行小手差し駅に連絡する。東武東上線では地下鉄直通列車では初の優等列車であり、2016年3月25日までの川越市駅発着の列車を森林公園駅発着に変更して運転されている。東武東上線内発着の列車は前述の通り普通から急行での運転と変更されたため、所要時間が短縮された。 運行時間帯は平日 A 線は9時17時20分、平日 B 線は9時50分17時55分、と休日 A 線は8時10分19時15分、と休日 B 線は6時50分17時30分である。ただし、8両編成の列車、和光市駅発着便や、東武東上線内快速急行の列車は、メトロ急行、東横特急でも、F ライナーは名乗らない。 最長運転距離は、小川町駅元町、中華街駅間で 100km である。東武東上線小川町駅は光市駅、東京メトロ副都心線は光市駅渋谷駅、東急東横線渋谷駅横浜駅、港未来線横浜駅元町、中華街駅西部池袋線半応駅練馬駅、西部有楽町線練馬駅小竹向原駅。 東京メトロ福都新線小竹向原駅渋谷駅、東急東横線渋谷駅横浜駅、港未来線横浜駅元町、中華街、駅2020年3月14日までは、練馬駅小竹向原駅間にある、新桜台駅にも停車していた。ありがとうございます。